レッスン1。適切なミルクの選択。アンナさん、こんにちは。ミルクがなくなりました。店で買うべきかなこんにちは、ジョン。はい、お願いします。通常の全乳だけで十分です。よし、必ず全乳を用意するよ。特に好きなブランドはありますか そうでもない。どんな評判の良いブランドでも大丈夫ですオッケー私に1ガロンとハーフガロンのどちらを買ってほしいのとりあえずハーフガロンでいきましょうそれで十分だろうわかった私がいる間に店から他に何か欲しいものは 新鮮な果物や野菜を使うこともできますリンゴを一袋買ってきてはいかがですかもちろんリストにリンゴの袋を追加します他に何かあるサラダ用のレタスとトマトかもしれませんああ卵も忘れないでねさてレタストマトラン 卵について何か特別なことは普通の大きめの卵だけでもぴったりです。注目リストに載っているものをすべて手に入れるようにするよ。他に何かある今のところは以上だと思います。食料品の面倒を見てくれてありがとう、ジョン。 問題ない。アナ、喜んで手伝います。すぐに戻ります。時間をかけてください。戻ったらまたね。戻ったよ。アナ牛乳、果物、野菜、卵をもらった。あっという間でした。ありがとう、ジョン。 あなたの努力に感謝します。どういたしまして、アンナ、他に何か必要なものはある今のところ準備は満タンだと思います。食料品を片付けよう。いいですね。私が手伝うよ。全部どこに置けばいいの 牛乳は冷蔵庫に果物や野菜は農産物の引き出しに入ります理解しましたそれに応じて整理しておきます他に何か手伝えることはある今はダメだジョンご協力ありがとうございますここからは私が引き受けますよしアンナ 他に何か必要なことがあったら教えて。良い一日を。レッスンに山を探検する。アンナさん、こんにちは。近くの山へのハイキング旅行があると聞きました。楽しそう。参加してもいいジョンさん、こんにちは。もちろんご参加ください。 多ければ多いほど楽しいそれは嬉しいですねハイキング旅行はいつ予定されていますか今週末に予定されています朝早く出発します素晴らしいハイキングには何を持っていけばいいですか特定のギアや装備はありますか 良いウォーキングシューズ、バックパック、軽食、そしてたっぷりの水で十分です。合理的に聞こえます。それらのアイテムは必ず梱包しておきます。特定の待ち合わせ場所はありますかはい、登山口で会いましょう。住所と道順を教えます。 それは役に立つでしょう。詳細を教えてください。地図に印をつけておきます。もちろん、住所と道順をすぐにお送りします。電話をチェックしてください。わかった。詳細がわかりました。送ってくれてありがとう。アンナ。 どういたしましてジョン素晴らしい景色を楽しめる美しいハイキングになるよ楽しみです途中で通る特定のランドマークはありますかはいトレイルには絵のように美しい滝と穏やかな湖がありますうわすごいですね。 自然の脅威を見るのが待ちきれませんそれは本当に目を見張る光景ですその美しさを捉えるには必ずカメラを持参してください絶対に素晴らしい写真を撮る機会を逃したくないそれは素晴らしいアイディアだ ハイキングの後は、写真や思い出を共有できます。間違いなく、一緒に冒険のことを思い出すのは素晴らしいことです。参加してくれて嬉しいよ。ジョン・イッシュにいる方がずっと楽しいよ。同様に、アンナ、招待に感謝します。 それは素晴らしい経験になるだろう確かにそうなるでしょう山手の時間を最大限に活用して心に残る思い出を作りましょうこれ以上は同意できませんでしたこのエキサイティングな冒険に私を含めてくれてありがとう 嬉しいよ。ジョン忘れられないハイキングの準備をしましょう。準備は万端で、行く準備ができています。トレイルの起点でお会いしましょう。アナ。レッスンさん、新しい場所を探索する。アンナさん、こんにちは。最近何か面白い場所を探検しましたか 私はいつも新しい冒険を探しています。こんにちは、ジョン、はい、私は最近海辺の魅力的な小さな蝶を訪れました。本当に美しかったです。それは素晴らしいですね。この蝶で一番楽しかったことは何ですか穏やかな雰囲気と素晴らしい海岸の景色が大好きでした。 爽快な休暇でした。訪問する場所のリストに追加する必要があります。他に何かおすすめは間違いない。近くには古代の建築物や文化的名所がある歴史的な街もあります。それは興味をそそられるね。そういう場所の歴史的意義はよくわかる。 歴史愛好家の楽園ですたくさんの博物館や史跡を見て回ることができますこの町の豊かな歴史にどっぷり浸れるよう十分な時間を割くつもりですそれは素晴らしい計画です過去を探求することは教育的であると同時に魅力的でもあります絶対に。 異なる文化や伝統について学ぶことは常に豊かです。探検といえば、近くの公園に行ったことがありますかリラックスするには素敵な場所です。はい、何度か行ったことがあります。豊かな緑と静かな雰囲気を楽しんでいます。 のんびり散歩したり、友人や家族とのピクニックに最適です。同意した。自然には心を若返らせ、落ち着かせる方法があります。絶対に。休憩をとって、身の回りの自然界とつながることが大切です。これ以上は同意できませんでした。自然は、 日常の喧騒から逃れるための待望の場を与えてくれるリラックスしたり充電したり周囲の美しさを鑑賞したりできる聖域ですよく言ったあなこのような穏やかな場所をもっと探検すべきだ私はそのことに賛成です。 これからも探求を続けて、新しい魅力的な場所を発見していきましょう。間違いなく、探求され、評価されるのを待っているものがたくさんあります。それが精神だよ。ジョンこれから、もっとたくさんのエキサイティングな冒険に出かけましょう。乾杯アンナ。旅を最大限に活用して、 心に残る思い出を作りましょう。これ以上は同意できませんでした。新しい発見と忘れられない体験へ。乾杯、アンナ。私たちを取り巻く世界への生涯にわたる探求と感謝を捧げましょう。レッスン4創作物の共有 アンナさん、こんにちは。最新の完成モデルを見たことがありますか彼らはかなり印象的です。こんにちは、ジョン、はい、私は新しいリリースをフォローしています。その進歩は目を見張るものがあります。絶対に、モデルのディテールと精度のレベルは本当に素晴らしいです。 私も同感です。テクノロジーと人工知能の進歩を目の当たりにするのは魅力的ですこれらのツールで何ができるか想像してみてください私たちは自分たちのアイデアを実現することができたのですそれは素晴らしいでしょう私たちは無限の可能性を探求し創造性を解き放つことができました。 私はいつも自分の仮想世界をデザインしたいと思っていました。想像力に限界がない場所。それは素晴らしいですね。風景、キャラクター、インタラクティブな体験を構築できます。まさに、ストーリーテリングや没入型アドベンチャーの遊び場になるでしょう。 さい。私はいつもストーリーテリングとビジュアルアートに情熱を傾けてきましたそれは嬉しいですねあなたのストーリーテリングのスキルと私の技術的な専門知識があれば私たちは素晴らしいチームを作るでしょう本当に素晴らしいものを生み出すにはコラボレーションが鍵となります絶対に。 私たちの強みを組み合わせることで、本当にユニークで魅力的なものが生まれるでしょう。連絡を取り合い、共同プロジェクトのアイデアをグレインストーミングしましょう。それは計画のように聞こえます。あって、私たちのコンセプトをもっと詳しく話し合うことができた。これにはワクワクしています。 私たちのクリエイティブなビジョンを実現する絶好の機会です。同意した、勢いを維持するためには定期的な会議を予定する必要がある。コラボレーションを成功させるには、コミュニケーションと一貫性が不可欠です。確かに、プロジェクトが円滑に進行し、順調に進むようにします。 一緒に何を作るのか楽しみです。信じられないような旅になるでしょうアンナあなたの熱意を分かち合いますこの冒険に乗り出して何か特別なものを作りましょう絶対に我々の共同の努力は目覚ましい成果をもたらすだろう私たちのクリエイティブなパートナーシップへ。 乾杯アンナ革新と無限の可能性に満ちた未来へ乾杯ジョン創造性の世界で足跡を残し永続的な印象を残しましょう乾杯アンナ私たちの夢を実現しその過程で他の人たちにインスピレーションを与えましょう レッスン後、バーゲンハンティングのスリルアンナさん、こんにちは。掘り出し物を見つけることにワクワクしたことはありますかかなりスリル満点です。こんにちは、ジョン、絶対に。いろんな発見がある感じが好きです。宝探しみたいなもんだ。いつもスリリングな体験ですよね。 割引を探してお金を節約することは非常にやりがいのあることです。間違いなく、元の価格の何分の一かで価値のあるものを見つけたことを知って満足しています。そして、それはお金を節約することだけではありません。また、ユニークなアイテムに出くわす喜びについても言えます。 それは本当です。掘り出し物を探すと他の方法では見つけられなかったかもしれない隠れた宝石にたどり着くことがよくありますさらに、予算を伸ばし苦労して稼いだお金を最大限に活用することができます絶対に賢い買い物客になり情報に基づいた意思決定を行うことがすべてです掘り出し物を見つけるコツはありますか 私は常に自分のスキルを向上させたいと思っています承知しました一つのヒントは季節限定のセールやクリアランスイベントに注意することです彼らはしばしばお得な情報を提供しますそれは良い点です最高の割引を受けるにはタイミングが重要です もう一つのヒントは購入する前に価格を比較し調査を行うことですオンラインショッピングなら簡単ですそれは賢いアプローチです商品の平均価格を知っておくとお得かどうかを判断するのに役立ちますそしてリサイクルショップや中古市場を探索することを忘れないでください ユニークなアイテムを信じられないほどの価格で見つけることができます。それは本当です。リサイクルショッピングは、バーゲンハンティング体験に驚きと冒険の要素を加えます。絶対に。その隠れたコーナーにどんな宝物が見つかるかは決してわかりません。フリーマーケットでの値引きや値段の交渉もとても爽快です。 それにはある程度の練習が必要ですが交渉を通じてより低い価格を得ることはやりがいがあります間違いなく最もお得な情報を求める人にとっては開発する価値のあるスキルです全体としてバーゲンハンティングは節約だけではありません大事なのは追跡のスリルと何か特別なものを見つけた時の満足感です これ以上は同意できませんでした。ショッピング体験を豊かにする楽しくて経済的な方法です。それでは、お買い得品を探し続け、それに伴うワクワクを楽しみましょう。絶対に、アンナ、スリル満点のショッピングアドベンチャーや素晴らしい発見がもっとたくさんありますよ。乾杯 ジョンいつも素晴らしい掘り出し物を見つけてスマートショッピングの楽しさを体験できますように乾杯アンナすべてのショッピング旅行を思い出深くやりがいのあるものにしましょうレッスン6メリットの最大化プロモーションと顧客ロイヤルティアンナさんこんにちは。 期間限定のプロモーションを利用したことはありますか彼らは本当にお金を節約するのに役立ちます。こんにちは、ジョン、絶対に。期間限定のプロモーションは、割引を受けたり、追加の特典を楽しんだりするのに最適な方法です。それは本当です。セール、クーポン、特別オファーのいずれであっても、これらのプロモーションは大きな違いを生む可能性があります。 彼らは間違いなくできます。そのような機会に目を光らせて、最大限に活用することが重要です。プロモーションといえば、顧客ロイヤルティプログラムに参加したことがありますかはい、持っています。顧客ロイヤルティプログラムは、頻繁に買い物する人に限定の特典や特典を提供します。 その通りだ。忠実な顧客であることには、多くの場合、追加のメリットや特別な待遇が伴います。これは双方にメリットのある状況です。顧客はその忠誠心に対して報われ、企業は忠実な顧客基盤を構築します。また、ロイヤルティプログラムは非常に柔軟です。割引や景品と交換できるポイントを提供しているところもあります。 それは素晴らしいインセンセティブですポイントを貯めて引き換えることは小さな勝利のように感じますさらにロイヤルティプログラムでは多くの場合ショッピングの好みに基づいてパーソナライズされたオファーが提供されますその個人的なタッチはお客様に大切にされ感謝されていると感じさせます。絶対に 企業と顧客の間に強固な関係を築くことが全てですまたロイヤルティプログラムはリピート購入を促しビジネスの成功にも役立ちますそれは本当です感謝されていると感じる顧客は何度も戻ってくる傾向があります また友人や家族にもビジネスを進める傾向が高まります口コミは企業にとって強力なツールであり忠実な顧客は企業を促進する上で重要な役割を果たすことができます間違いなくこれは顧客とビジネスの両方に利益をもたらす共生関係です次回。 期間限定のプロモーションやロイヤルティプログラムを見つけたらぜひ試してそのメリットを確認してください「そうするよジョン購入した商品の価値を最大化するにはこうした機会を模索する価値は常にあります」「絶対にアンナプロモーションやロイヤルティプログラムを最大限に活用して特典を楽しみましょう」 レッスン7機械をつかみ給与について話すアンナさんこんにちは最近インタビューがあったと聞きましたそれは素晴らしい面接で給料について何か話したっけジョンさんこんにちは素晴らしい機会でした彼らは面接で給料の話題に触れました。 それは面白い。内定を受け入れる前に報酬を明確にしておくことが大切です。絶対に、給与が自分の期待と職務にもたらす価値に合っているかどうかを知ることは重要です。彼らは特定の給与範囲を提供しましたか、それともポジションに伴う福利構成について言及しましたか はい、彼らはしました。彼らは給与の幅を共有し、健康保険や休暇日などのその他の福井構成についても説明しました。それは知っておくと良いことです。基本給だけでなく、パッケージ全体を考慮することが重要です。私も同感です。 福利構生や特典は求人に大きな価値をもたらします給与について交渉したり報酬パッケージの他の側面について話し合う機会はありましたかはい彼らは交渉の余地がありました彼らは私の期待について尋ねてきて私たちはそれについて建設的な議論をしました 交渉はデリケートなプロセスです。給与の希望について話し合うことに抵抗はありませんでしたか少し緊張しましたが、事前に準備をして、自信を持って議論に臨みました。それは素晴らしいアプローチです。給与交渉では準備が重要です。絶対に 業界標準を調べ自分の価値を見極めることは重要です給与交渉の準備に役立つリソースやヒントは見つかりましたかはい似たような職種の給与データを提供するオンラインリソースをいくつか見つけました彼らは私が市場レートをよりよく理解するのを助けてくれました。 それは役に立ちます。データや情報を味方につけることで、交渉中の自信が高まります。間違いなく、また自分のスキル、経験、業績をアピールして、会社に自分の価値を示すことも重要です。それは素晴らしい点です。どのように組織に貢献できるかを示すことで、 給与に関する話し合いのの場場でで自分の立場を強めることができます。最終的には両当事者の期待に沿った構成で相互に有益な合意を見つけることが重要です絶対にプロセス全体を通してオープンで透明なコミュニケーションを取ることが重要です「同意した」。 それは最初から前向きな仕事上の関係の基礎を築きます給料交渉がうまくいったといいんだがアンナ求人の幸運を祈っていますありがとうジョンご支援に感謝します好結果が出ました。 どういたしまして、アンナ、最新情報をお知らせください。覚えておいてほしいのは、あなたは自分のスキルと専門知識に対して公正な報酬を受けるに値するということです。そうするよ、ジョン励ましてくれてありがとう。最善の結果を期待しよう。確かに、アンナ、機会をつかみ、自信を持って交渉し、プロとしての取り組みで成功を収めましょう。 レッスン8新しい選択肢とワクワク感の探求アンナさんこんにちはダウンタウンにオープンした新しいレストランを見たことがありますかうわあこんなにたくさんの選択肢があるなんて知らなかったこんにちはジョンはい聞いたことがあります彼らが提供する料理の多様性は印象的です試してみるのが楽しみです 選択肢がたくさんあるのは素晴らしいことです。私は彼らのメニューを調べて、さまざまな味を味わうことに興味があります。こっちも同じ。新しい料理を試すのは楽しい冒険になり得ます。特に選択肢がたくさんある場合はなおさらです。絶対に料理の視野を広げ、新しいお気に入りを発見するチャンスです。 そして、それは食べ物だけではありません。また、さまざまな食事の雰囲気を体験する機会でもあります。それは本当です。各レストランには独自の雰囲気があり、それが全体的な食事体験をさらに盛り上げます。まさに、居心地の良い親密な環境がある場所もあれば、活気に満ちた雰囲気の場所もあります。 その雰囲気がいかに食事の楽しさを高めてくれるかが興味深いです。間違いなく、全体的な体験は、美味しい料理、楽しい環境、そして良い仲間が組み合わさったものです。良い仲間といえば、友達を集めて一緒に新しいレストランを試してみるのもいいですね。 それは素晴らしいアイデアのようですね友達と体験を共有するとワクワク感が増しますさらに、様々な料理を注文したりミニフードテイスティングセッションを開催したりできます絶対に様々なフレーバーを試食しテーブルを囲んで活発な会話をするチャンスですそして 誰もが知っているように、私たちはずっとお気に入りになる新しい料理を発見するかもしれません。それが新しい選択肢を探求することの魅力です。驚きと楽しい発見がいっぱいです。私も同感です。新しい経験を取り入れ、コンフォートゾーンから抜け出すことが重要です。 新しいことに挑戦することは人生を面白く保ち、私たちが個人として成長するのに役立ちます。絶対に。さあ、友達を集めて予約して、このエキサイティングな料理の冒険に出かけましょう。計画みたいだね。ジョンアジを探求し、一緒に素晴らしい思い出を作るのが待ちきれません。 私もだよアンナ、新しいオプション、エキサイティングな冒険、そして一瞬一瞬を味わってください。レッスン9コンパートメントの整理と設計アンナさん、こんにちは。新しい収納キャビネットの購入を考えています。少なくとも4つのコンパートメントで十分だと思います。こんにちは。 ジョン、それは実用的なアイデアのようですね。コンパートメントがあると、物事を整理するのに役立ちます。デザインはどう私は様々なデザインを受け入れています。おしゃれでモダンなものが部屋の装飾によく合う。それは良い選択です。現代的なデザインは、空間にちょっとした優雅さを加えることができます。 機能性も考えたいです。コンパートメントに調節可能な棚や引き出しがあるといいですね。調節可能な棚が便利です。収納のニーズに合わせてキャビネットをカスタマイズできます。まさに、本、書類、その他の持ち物など、 さまざまなアイテムを柔軟に整理することが重要ですコンパートメントに収納する予定の特定のアイテムはありますか一つのコンパートメントを本に、もう一つを事務用品に、そしておそらく一つを電子機器に使用することを考えていますそれは実用的な取り決めのように思えます カテゴリー別に項目を分けると、必要なものが見つけやすくなります。はい、時間を節約でき、散らかりません。さらに、部屋に秩序感と整頓感を与えます。絶対に、きちんと整理されたスペースは、生産性と全体的な幸福感にプラスの影響を与えます。 またコンパートメントがさまざまなサイズのアイテムを収容するのに十分な広さであることを確認したいと思います良い点ですさまざまなサイズのコンパートメントがあるため大きなオブジェクトと小さなオブジェクトの両方を多目的に保管できます利用可能なスペースを最も効率的に使用することが重要です間違いなく 特に作業スペースが限られている場合は、ストレージ容量を最大化することが重要です。キャビネットの耐久性についても検討します。毎日の使用に耐えられる丈夫な素材で作られている必要があります。それは賢明な検討です。高品質のキャビネットに投資することで、その寿命と耐久性が保証されます。 絶対に、私のストレージニーズに応える長期的なソリューションにしたいと思っています。さて、ジョン、適切なデザイン、機能、および構成があれば、新しいストレージキャビネットはスペースを大きく広げることができます。ありがとう、アナ、ご意見やご提案に感謝します。新鮮な視点を持つことはいつでも役に立ちます。 どういたしまして、てジョンをお手伝いできて嬉しいででき嬉しすすべての要件を満たす完璧なキャビネットがきっと見つかるはずです今、理想的な収納キャビネットを探し始めることにワクワクしていますアンナありがとうはじめましてジョンプロセスを楽しんでください。 新しいキャビネットがあなたの空間に秩序と調和をもたらしますように。ありがとう。アナ、効率的な整理とスタイリッシュな収納ソリューションをご紹介します。レッスン10、目的地の選択と提案の募集。アンナさん、こんにちは。休暇を計画していて、 2つの目的地に迷っていますいくつか提案が必要ですジョンさん、こんにちは喜んでお手伝いします検討している目的地はどれですかハワイのトロピカルビーチに行くかローマの史跡を探索することを考えていますどちらのオプションも素晴らしいですね どんな体験を求めているかによります。リラクゼーションと文化探検のどちらに興味がありますか私は両方のミックスを楽しんでいます。私はビーチで時間を過ごすのが大好きですが、歴史について学び、様々な文化に没頭することにも感謝しています。その場合、ハワイは素晴らしい選択かもしれません。 美しいビーチでリラックスしたり、シュノーケリングやサーフィンなどのウォーターアクティビティを楽しんだりできます。それは魅力的に聞こえます。砂浜でくつろいで暖かい日差しを浴びている自分をもう想像できます。一方、ローマには歴史的建造物の宝庫があります。 コロッセオ、バチカン、フォロロマーノなどの象徴的な場所を訪れることができます。それは本当です。ローマの豊かな歴史と古代建築は魅力的です。遺跡を探検して、街の過去について学びたいです。考慮すべきもう一つの要素は料理です。 ハワイではポリネシア料理とアジア料理がユニークに融合し、ローマでは美味しいイタリア料理が楽しめます。ああ、休暇中はいつも食べ物がハイライトです。地元の料理を試したり、新しい味を体験したりすること自体が冒険です。絶対に、どちらの目的地にも美味しい料理があります。 ハワイでは新鮮なシーフードやトロピカルフルーツをローマでは本格的なパスタやジェラートを楽しめます難しい決断ですそれぞれの目的地の長所と短所を比較検討し何が一番私の心に響くのかを考える必要があると思いますそれは良いアプローチです。個人的な好み、参加したいアクティビティィビ 全体的な体験について考えてみてくださいまた予算旅行のロジスティクス旅行に利用できる時間などの要素も考慮に入れます間違いなく意思決定には実際的な交流事項も影響しますリソースとスケジュールに合わせて旅行を計画することが重要です ありがとう、アナ。あなたの洞察は私に多くのことを考えさせてくれました。あなたの提案と指導に感謝します。どういたしまして、ジョンをお手伝いできて嬉しいです。どちらの目的地を選んでも、きっと思い出に残る休暇になると思います。決断を下し、 詳細を計画し始めることにワクワクしていますさあ新しい冒険に乗り出しましょうおめでとうジョンあなたの休暇が素晴らしい経験と忘れられない瞬間でいっぱいになりますように乾杯アンナ改めてご協力ありがとうございました最終的にどの目的地を選ぶか教えてあげよう いいですねジョンあなたの最終決定を聞くのを楽しみにしています旅行の計画を楽しんでくださいそうするよアンナ私が戻ったら旅行の話を交換できるかもそれまでは気をつけてレッスン11「居心地の良い雰囲気を作る」。 アンナさん、こんこにちは。家をより居心地が良く居心地の良いものにするために取り組んできましたそのために香りのついたキャンドルも買いましたこんにちはそれは素晴らしいアイディアのようですね香りのついたキャンドルは温かさを添えリラックスした雰囲気を演出しますどの香りを選びましたかいろんな香りをもらいました 心を落ち着かせるラベンダー甘い香りにはバニラ清潔で心地よい感じにはフレッシュリネンの香りがありますそれらは素晴らしい選択ですラベンダーは鎮静作用があることで知られていますがバニラは居心地の良い心地よい雰囲気を作り出しますそして新鮮なリネンの香りが嫌いな人はいないでしょうて。 違う香りにしたかったんです。香りがいかに私たちの感情に影響を与え、心地よい環境を作り出すことができるかは驚くべきことです。絶対に。香りは私たちの気分に大きな影響を与え、リラックスしたり、集中したり、環境の中でより安心したりするのに役立ちます。また、キャンドルを家のあちこちに戦略的に配置しました。 リビングにあるものもあれば、寝室にあるものもあれば、バスルームにあるものもあります。それは素晴らしいアイディアだ。広げて使うことで、家のあちこちで香りを楽しむことができます。はい、どこに行っても一貫した心地よい香りがあるのはいいことです。全体的な雰囲気を高め、空間をより魅力的にしてくれます。 キャンドルの他に、居心地の良い雰囲気を作るために取り入れている要素はありますか間違いなく、リビングに柔らかい毛布とクッションを追加しました。それらは空間を居心地の良いものにし、さらに快適さを提供します。素敵ですね。柔らかな質感は、部屋をすぐに温かく居心地の良いものにしてくれます。 心地よいハグに包まれているような感覚です私は完全に同意しますまたフェアリーライトや調光可能なランプなど温かみのある照明オプションにも投資して柔らかく心地よい光を作り出しました照明はムードを決めるのに重要な役割を果たします柔らかく温かみのある照明は落ち着きのある居心地の良い雰囲気を作り出します絶対に これらのシンプルな追加機能がいかに空間を変え居心地の良い隠れ家のように感じさせることができるかは驚くべきことです居心地の良い家を作ることは長い一日の後にリラックスして元気を取り戻す素晴らしい方法ですリラクゼーションと快適さを育む空間を持つことは不可欠ですこれ以上は同意できませんでした居心地の良い環境に変えると、 外の世界から切り離され、静けさを見つけるのに役立ちます私たちの健康を優先し、精神的、感情的なニーズをサポートする空間を作ることが重要です確かに、私たちの家は聖域であり、平和を感じ、真の自分らしくいられる場所であるべきです さて、ジョン、あなたはその居心地の良い居心地の良い雰囲気を実現するための正しい方向に進んでいるようですね。あなたの努力はきっと報われるでしょう。ありがとう、アナ。優しい言葉に感謝します。これまでのところ、楽しくて充実したプロジェクトでした。 どういたしましてジョンあなたが作り上げた居心地の良い雰囲気をお楽しみくださいそしてそれがあなたに多くの快適さとリラクゼーションの瞬間をもたらしますようにあ,りがとうあ,なあなたのサポートは大きな意味があります私たちの家に居心地の良い天国を作るために頑張りましょう おめでと、う。ジョン私たちの家がいつも温かさ快適さそして魔法のようなものに満ちていますように。乾杯、アンナ、改めて、ありがとうございます。あなたの洞察と励ましはかけがえのないものでした。はじめまして、ジョンを役に立ててよかったです。 これからもたくさんの心地よく、平和なひとときをお過ごしください。同様に、アンナ、気をつけて、ご自宅の居心地の良い快適さをお楽しみください。次回まで。レッスン12ピクニックの計画アンナさん、こんにちは。今週末にピクニックをしようと思っていました。 良さそうだねこんにちはそれは素晴らしいアイディアのようですねどこでピクニックをすればいいの家の近くの公園はどう広く、景色も美しく、アクセスも簡単ですそれは完璧に聞こえます 自然に囲まれてアウトドアを楽しむのが大好きです。何時に会うべきですか正午頃を狙いましょう。その間は大抵天気が良く、日差しもたっぷりあります。素晴らしいサンドイッチ、フルーツ、爽やかな飲み物を持ってきます。どんなことに貢献したいですか おやつの世話は私ができますデザートにはチップス、ナッツ、自家製クッキーをいろいろ持ってきます美味しそうおいしいお菓子と甘いお菓子が混ざっているのはいつだっていいものだゲームやアクティビティは持参すべきですか絶対にフリスビーとフットボールを持ってきますカジュアルなゲームをしたり 神前試合を楽しんだりできますそれはとても楽しそうですねカードゲームを1つか2つやりたくなった場合に備えてカードのデッキも持ってきますパーフェクト娯楽の選択肢があるのはいいことだゲームを切り替えたり食事を楽しんだり周囲に浸ったりすることができます 私も同感です。バラエティは物事を面白く保ち誰もが楽しい時間を過ごせるようにします毛布や椅子が必要だと思いますか毛布を23枚持っておくと良いでしょうそうすれば毛布を寝かせて快適な座席を確保できますいいですね。 大きな毛布を持ってきますが、あなたも持っていいですよ。そうすれば、みんながリラックスできる十分なスペースを確保できる。素晴らしい。ピクニックを存分に楽しむには快適さが鍵です。屋外でリラックスした一日を過ごすのを楽しみにしています。私も。ピクニックは、 自然の中でリラックスしたり仲間と過ごしたり充電したりするのに最適な方法です絶対に日常の喧騒から離れしばらくの間ゆっくりとしたペースを楽しむチャンスですこれ以上は同意できませんでした自然には私たちの心と精神を活性化させる方法があります 自然とつながる機会があることに感謝しています自然には私たちに人生のシンプルな楽しみを思い出させる方法があります時間を割いてその素晴らしさを理解できて嬉しいです私もだよジョン楽しいピクニックになるよ美味しい料理笑いそして自然の美しさを皆さんと一緒に楽しむのが待ちきれません同様に アンナ、参加することに同意していただきありがとうございます。今日は忘れられない一日になりそうです。それでは公園でお会いしましょう。ありがとう。ジョン私もワクワクしています。正午に会いましょう。忘れられないピクニックにしよう。そうするよアンナじゃあまたね。 この素晴らしい一日、を精一杯過ごしましょう。レッスン13交通安全に関する注意事項こんにちは、アンナ。私は自分で運転の練習をしています。安全運転の習慣を身につけることを忘れないことが大切です。こんにちは。それは嬉しいですね。 私たちはハンドルを握っているときは、安全が常に最優先事項であるべきです。あなたが守ってきた安全のヒントにはどのようなものがありますか私はいつもエンジンをかける前にシートベルトを締めるようにしている。事故にあった場合に命を救うことができる簡単なステップだ。 いい習慣だね。ジョンシートベルトを着用することはご自身と同乗者を守る最も効果的な方法の一つです絶対にあと出かける前に必ずミラーをチェックしてちゃんと調整するようにしていますお疲れ様でした。 ミラーを適切に調整することで周囲をはっきりと見ることができ視覚を最小限に抑えることができますはい周囲の他の車両に注意することが重要ですまた車線変更やターンをするときはウインカーを使うようにしていますこれは他のドライバーに自分の意図を伝える上で重要です ドライバーがあなたの動きを予測するのに役立ち、交通の流れをスムーズにします。間違いなく、もう一つ気をつけているのは、安全な追従距離を保つことです。前の車が急に止まった時でも、反応する時間が十分にあります。 賢いね。乗車両間に十分な隙間を空けると、反応時間が長くなり、追突を防ぐことができます。私も同感です。また、速度制限や交通信号などの交通法を遵守することも不可欠です。道路上のすべての人を安全に保つために存在しています。絶対に。 交通法を遵守することで、予測可能で秩序ある交通の流れが保障され、事故のリスクが軽減されます。運転中の注意散漫も避けています。携帯電話は手の届かないところにおいて、道路だけに集中しています。 それは責任ある選択だジョン・チューリーマンんんな運転は非常に危険で、素早く反応する能力を損ないます。確かに、最後に困難な状況でも、路上では冷静で辛抱強く行動することを常に心がけています。冷静なアプローチを維持するのに役立ちます。 これは、特に交通量が多い場合や予期しない状況に対処する場合に最適な考え方です。冷静さを保つことは、安全な意思決定を促進します。ありがとう、あな、これらの安全習慣を一貫して実践することで、すべての人にとってより安全な道路環境に貢献できると信じています。 君の言う通りだジョン交通安全のためのあらゆる小さな努力が重要だ。安全運転はあなただけでなく道路を走っている他の人にも利益をもたらすことを忘れないでください。そのことを心に留めておくよ。穴安全は共通の責任であり私は自分の役割を果たすことに全力を注いでいます。励ましてくれてありがとう。 どういたしまして、ジョン交通安全に対するあなたの献身ぶりを見るのは素晴らしいことです。良い仕事を続け、道路に出るたびに安全運転を忘れないようにしてください。そうするよアンナ、あなたのサポートは大きな意味があります。みんなで道路をより安全にするために最善を尽くしましょう。レッスン14フィットネストトレーニング アンナさん、こんにちは。フィットネスが飛躍的に進歩していることに気づきました。うわぁ、それは印象的です。こんにちは。ジョン、どうもありがとう。私は一貫して努力してきた。フィットネスのルーチンには特定のプログラムを使っていますか絶対に体系的なワークアウトプランがあり、それに従っています。 集中力を保つのに役立ち様々な筋肉群を確実にターゲットにできます素晴らしい、ジョン体系的な計画を立てることで方向性が示されフィットネスの目標をより効果的に達成できるようになりますはい、責任感とモチベーションを維持してくれますまた、物事を面白く保ち自分の体を鍛えるために 様々なエクササイズを取り入れています退屈を防ぎ全体的なフィットネスを確保するには多様性が重要ですルーチンにはどのような種類のエクササイズを取り入れていますか筋肉を鍛えて筋力を高めるためにウェイトリフティングとボディウェイトエクササイズなどの筋力トレーニングを組み合わせて行っています筋力トレーニングは 全体的な筋肉の緊張を改善し、機能的なフィットネスを高めるのに最適です。有酸素運動も含まれていますか絶対に、ランニング、サイクリング、縄跳びなどの有酸素運動を取り入れて、心血管の持久力を高め、カロリーを消費しています。 これは、心臓の健康を維持し、体重を管理するために重要です。どのくらいの頻度で運動しますか私は少なくとも週に4から5回は運動することを目指しています。進歩を見たり、運動のメリットを享受したりするには、一貫性が重要です。私も同感です。長期的な健康と幸福には定期的な運動が不可欠です。 日課で休む日はありますかはい。休息日は回復に不可欠です。体の修復と若返りのために、毎週1日、2日休むようにしています。休息は運動と同じくらい重要です。筋肉に回復する時間を与え、オーバートレーニングを防ぎます。栄養についてはどうですか 特定の食事をとっていますか私は、様々な果物、野菜、赤身のタンパク質、全粒穀物を含むバランスのとれた食事を維持するよう努めています。体に適切な栄養を与えることが重要です。絶対に栄養価の高い食事はフィットネスルーチンを補完し、最適なパフォーマンスを発揮するために必要な栄養素を提供します。 他に何かアドバイスはありますか重要なヒントの一つは、体に耳を傾けることです。不快感や痛みに注意を払い、それに応じてルーチンを調整してください。それは素晴らしい点だ、ジョン。安全を優先し、無理をしないようにすることが肝心だ。エクササイズ中の適切なフォームも重要です。はい。 適切なフォームを維持することで怪我を防ぎ目的の筋肉群を効果的にターゲットにできます絶対に重いウェイトで不適切なフォームを使用して怪我をする危険を冒すよりも軽いウェイトで正しくエクササイズを行う方が良いですあんなこれ以上同意できないフィットネスに関しては常に安全が優先されるべきです 重要なのは短期的な利益ではなく長期的な道のりですよく言ったよ、ジョン一貫性、多様性、適切な栄養、そして体に耳を傾けることは、フィットネスを成功させるための重要な要素です。ありがとう、あな、これらの原則を念頭に置いておけば、誰でもフィットネスの目標を達成し、 健康的なライフスタイルを維持できると信じていますこれ以上同意できないはジョン素晴らしい仕事を続けてその過程を楽しむことを忘れないでくださいフィットネスは身体的な健康だけでなく精神的な健康にもつながります絶対にアンナご支援と励ましに感謝しますこれからも健康を優先し 他の人にも同じことをするように促していきましょうレッスン15コーヒー鑑賞アンナさん、こんにちはコーヒーグラインダーの使用を考えたことはありますかそうすれば、新鮮な豆を挽いてより風味豊かなコーヒーを作ることができますこんにちは いいアイディアだね。ジョン入れる直前にコーヒー豆を挽くと、味に大きな違いが出ると聞きました。どのタイプのグラインダーがおすすめですかバーグラインダーを購入することをおすすめします。豆から最高の風味を引き出すのに欠かせない引きサイズが一定です。 それは知っておくと良いことです。じゃあ、バーグラインダーの購入を検討するよ。醸造方法によって引きサイズも異なりますか絶対に。引きサイズは、醸造プロセスにおいて重要な役割を果たします。例えば、フレンチプレスの場合は粗引きが一般的ですが、エスプレッソの場合は細かく引くのが理想的です。なるほど。 つまり、コーヒーの抽出と全体的な味は、引きサイズによって決まるわけです。それは面白いですね。豆をひくのに時間がかかりますか全くありません。ほとんどの電動グラインダーは非常に効率的で、ほんの数秒で豆をひくことができます。これは迅速で便利なプロセスです。 それは知っておくとと良いことです。コーヒー作りのルーティンにはあまり時間がかからないよ引き立ての豆というアイデアにはもうワクワクしています引き立てのコーヒーは本当に風味を高めます事前に引いたコーヒーと比べると味と香りがはっきりと違うことに気づくでしょう想像できます。 もっと風味豊かで、アロマティックな体験になるに違いない。引くのにおすすめのコーヒー豆にはどんな種類がありますかそれはあなたの個人的な好みによります。コーヒー豆の産地や焙煎レベルは様々です。様々なフレーバーを試してみるのも楽しいですよ。ワクワクしそうですね。 グラインダーを手に入れたら、間違いなく様々な豆を試してみます。豆の保存のコツはありますかコーヒー豆を丸ごと密閉容器に入れ、冷暗所に保管するのが最善です。これにより、新鮮さと風味をより長く保つことができます。わかった。 豆を新鮮に保つために、必ず良い容器に投資するよ。自分でコーヒーをひくのが待ちきれません。素晴らしい経験だよアンナ。それがいっぱいのコーヒーにもたらす違いがわかるでしょう。その過程にちょっとした職人技が加わります。 楽しみにしてるよ、ジョンコーヒーグラインダーを使うアイディアを紹介してくれてありがとう。きっとコーヒーの楽しみがもっと増えると思います。どういたしまして、アンナ。コーヒーに対する私の情熱を分かち合うのはいつも嬉しいことです。引き立ての豆の世界への旅を楽しみ、一口一口味わってください。 そうするよジョン引き立ての豆で入れ始めたら必ずコーヒーを飲みに招待するよ好きだよアンナ楽しいコーヒー体験になるよコーヒーに対する私たちの新たな感謝とそれがもたらす喜びに乾杯。レッスン16インテリアデザイン。 アンナさん、こんにちは。家の装飾について話し合っているときに、あなたの家の部屋の場所について特に好みはありますかこんにちは。興味深い質問だね。ジョン。部屋の位置は、家の機能性や流れに大きく影響すると思います。どう思いますか同意します。アナ。例えば、 ダイニングエリアの近くにキッチンがあると食事を出すのに便利です集まり中の交流が容易になりますそれは理にかなっています各部屋の実用性とアクセシビリティを考慮することが重要です寝室はどうですかその場所について特に希望はありますか安らかな眠りを促すため 寝室は家の静かな場所に配置するのが理想的ですキッチンやリビングルームなどの騒がしい場所を避けることは有益です絶対にリラックスするには安らかな睡眠環境が不可欠ですリビングの配置はどうですか何かおすすめはリビングルームは簡単にアクセスでき できれば入り口に隣接している必要があります。多くの場合、中央に集まるスペースなので、居心地が良く便利なはずです。私も同感です。リビングルームはゲストをもてなし、家族と充実した時間を過ごす場所です。暖かく居心地の良い雰囲気でなければなりません。バスルームはどうバスルームは、 夜間に簡単にアクセスできるように寝室の近くに便利な場所に配置する必要がありますメインフロアにゲスト用バスルームがあるのも実用的ですそれは良い点ですベッドルームに近く独立したゲスト用バスルームを用意することで家全体の機能性を高めることができます他の部屋はどうですか 邪魔にならない静かな場所に配置する必要があります。また、自然光は生産性と集中力を高めるのにも役立ちます。私も同感です。明るく平和な環境は生産性を大幅に向上させることができます。保管室やクローゼットはどうですか？具体的に何かアドバイスはありますか？保管室またはクローゼットは？ 簡単にアクセスして整理できるように家全体に戦略的に配置する必要があります階段下のスペースやビルトインクローゼットの利用を検討してくださいそれは賢い考えだ収納オプションを最大限に活用することで家をすっきり整理整頓できます空いているすべてのスペースを効率的に活用することが重要です絶対にアンナ 利用可能なスペースを最大限に活用することは、機能的で快適な生活環境を作るための鍵です。他に何か検討したことはありますかはい、部屋の全体的な流れと接続性を考慮することは重要だと思います。スペース間のシームレスな移行を実現することで、全体的な体験を向上させることができます。 それは素晴らしい点です。うまく設計されたレイアウトは、部屋間の移動や接続が容易になり、家の一体感と快適さが増します。まさに、ジョン。調和の取れた機能的な生活空間を作ることです。各部屋の位置を慎重に検討することで、それを実現できます。アンナ。 これ以上同意できない。必要なのは、適切なバランスを見つけ、個人の好みやライフスタイルを反映した家を作ることです。よく言ったよ。ジョン部屋の配置についてのご意見をお寄せいただきありがとうございます。将来のマイホームのために考えておくべき貴重なアイデアがいくつか得られました。どういたしまして、アンナ。 あなたの家の設計計画に貢献できて嬉しいですここはあなたのスペースであることを忘れないでくださいねあなただけの空間を作ってそのプロセスを楽しんでくださいそうするよジョンカをデザインするのはエキサイティングな旅ですご意見をいただければ幸いです私たちは本当に楽しめる美しく機能的な空間を作ることを目指しています乾杯アンナ あなたの未来の家があなたのユニークなスタイルを反映し、何年にもわたって快適さと喜びをもたらしますように。レッスン17ローカルマーケットの探索アンナさん、こんにちは。地元の市場に行ったことはありますかこんにちは。まだですが、今日は行く予定です。 品揃えが豊富で活気のある場所だと聞きました。行ったことあるはい、何度か行ったことがあります。活気あふれるアクティビティの中心地です。新鮮な農産物、ユニークな工芸品、おいしい屋台の食べ物を見つけることができます。一見の価値ありです。それは素晴らしいですね。 いろんな屋台を見て回って何が出るか楽しみです注意すべき点について何かアドバイスはありますか見逃せないのは新鮮な果物と野菜のセクションです色と香りは素晴らしいです地元で栽培された農産物を手に入れるのに最適な場所ですそれは知っておくと素晴らしいことです。 私は新鮮な農産物が大好きで、地元の農家を支援することは私にとって重要です。果物や野菜は必ず買い溜めします。もう一つの見どころは、職人の工芸品セクションです。手作りのジュエリー、陶器、アートワークを見つけることができます。ユニークで美しいアイテムを見つけるには絶好の場所です。ああ、私は手作り工芸品の大ファンです。 絶対に時間をかけてそのセクションをブラウズします。私の家に何か特別なものが見つかるといいですね。絶対に。地元の市場は他に類を見ない商品の宝庫です。どんな隠れた宝石が見つかるかは決してわかりません。狩りを楽しんでください。そうするよ。ジョン楽しい冒険みたいだね。 屋台の食べ物はどうおすすめのスナックや料理はありますかおいしいオプションはたくさんありますが、有名なストリートタコスや食欲をそそるケバブなど、地元の名物を試すことを強くおすすめします。やむ、いろいろなストリートフードを試すのが大好きです。 あのおいしいお菓子は必ず食べてみるよ地元の料理を味わうにはいつでも最高の方法です間違いなく食べ物はその場所の文化に浸る素晴らしい方法ですまたユニークな郷土料理にも目を光らせておきましょうそれを心に留めておくよ 地元の味を探求することは間違いなく私のやることリストにあります。多種多様な料理で私の味覚を満足させるのが待ちきれません。まるで本物のご褒美を求めているようだね。あんな再利用可能なバッグを忘れずに持ってきて、お得な価格で少し値切りする準備をしてください。良い点です。 必ず環境に優しいバッグを用意して交渉スキルを練習します。これにより市場体験がさらに盛り上がります。絶対に、物々交換は多くの市場で一般的に行われている監修であり、ベンダーと交流する楽しい方法でもあります。活気ある雰囲気を楽しんでください。 そうするよジョンすべてのヒントや推奨事項をありがとう地元の市場に行くのを本当に楽しみにしています今日は素晴らしい一日になりそうだどういたしましてアンナ手伝えてよかったマーケットアドベンチャーを楽しみ活気に満ちた雰囲気に浸りすべての楽しみを探索して素晴らしい時間を過ごしてください。 そうするよ。ジョン忘れられない経験になるよ。後で必ず私の発見を皆さんと共有します。それまでは気をつけて。アンナ、その話を聞くのを楽しみにしています。気をつけて素晴らしい時間を過ごしてください。安全な旅と楽しい市場探検を。 レッスン18「シーニックドライブを楽しむ」ねえ道路脇の美しい景色を見たことがありますかはい素晴らしいですなだらかな丘と鮮やかな花の色は息を飲むほどですただし安全のために道路から目を離さないでくださいそうですね安全第一です そんな自然の美しさに気を取られないのは難しい日光が風景を横切って踊る様子は魅わくてです絶対に自然には私たちの注意を引く方法があるそれは刻々と変化する生きた絵画のようだ全部浸ってみましょう間違いなく。 田舎の静けさは都会の喧騒から逃れるのにぴったりですそんな静けさに囲まれていると気分が爽快ですこれ以上は同意できませんでした新鮮な空気と開放的な空間は私を若返らせてくれます忙しい生活の向こうにある美しさを思い出させてくれます自然には私たちを熱かせ 物事を視野に入れる方法がありますそれは私たちが住んでいる世界の壮大さと回復力を思い起こさせてくれます絶対に私たちは日常業務にとらわれて身の回りのシンプルな不思議に感謝することを忘れがちですこのような瞬間は私たちが再びつながるのに役立ちます彼らは確かにそうしますゆっくりして深呼吸をして 見過ごされがちな細部に感謝するチャンスです世界には隠された美が溢れていますそれが探検の魔法です風光明媚なドライブでも森の中のハイキングでも常に新しい発見や驚きがあります新しい冒険の旅にプレゼントを開封するようなものです この先に待ち受ける者への期待と興奮は、旅をさらに楽しくします。絶対に。大切なのは目的地だけではありません。旅全体を包み込むことが大切です。曲がりくねる旅に、新しい驚き、驚きの新たな機会が明らかになります。そして、それは自然だけに限ったことではありません。 都市景観にも独自の魅力があります。建築、ストリートアート、賑やかな都市生活にはそれぞれ魅力があります。そうだね。目を開けて探せば、意外なところに美しさが見つかる。私たちを取り巻く世界の多様性を受け入れることがすべてです。まさに、それは大自然と日常の両方。 日,日常の中に美を見出すことですすべてに感謝すると人生はより活気に満ちたものになりますよく言ったよジョンこの瞬間を大切に私たちを取り巻く美を探し続けましょうそれは私たちの世界の素晴らしさを思い起こさせる素晴らしい機会ですアンナこれ以上同意できない。 路上でも人生でも目を開けて全てをやりがいのあるものにする息を飲むような瞬間を味わいましょう。